ビルヘルム・トムソン・ビルヘルム・ルズビ、ペーター・トムセンはデンマークの言語学者で主力学者。特決文字の解読で特に有名。1859年にデンマークの大学で初め進学を学んだが、すぐに文献学に興味の中心を移した。ハンガリー語とフィンランド語を学び、1869年にフィンランド語中のゲルマン語からの借用語に関する。 論文で博士の学位を得た。また、それらウラル語族とインドヨーロッパ語族との共通語彙を根拠としてインドウラル語族説を唱えた。指導者としては、はじめコペンハーゲンにあるボージャーディドコーデギリシア語を教えたが、その後コペンハーゲン大学の教授になった。彼の学生の中には、夫イエスペルセンがいる。トムセンは、言語学に多くの重要な貢献をしている。 その中には、ゲルマン語派、バルト語派及びインドイラン語派がフィンランド語に与えた影響の研究も含まれる。1893年に、特決文字で書かれたオレホン碑文を、ライバルのビルヘルム・ラドロフに先駆けて解読した。ボウィックマンによると、トムセンは、コッペンハーゲン中央にある石碑に、他の3人のデンマーク出身の現代言語学の先駆者と共に刻まれている。 トムセンは1909年から没するまでの間、デンマークアカデミーの会長であり、王立アジア協会の栄誉会員でもあった。トルコのアンカラには、彼の名を冠したビルヘルム・トムセン通りがあり、その通りには、トルコ国立図書館がある。明らかに、20世紀の曲がり角における現代トルコの民族的アイデンティティの形成期において、トムセンによる、 オルホン飛ぶの解読が重要な貢献をしていると考えられているためである。ありがとうございます。